はい、それではオンラインゴッツガーデン3ひろゆき杯、2回目になりますね。はい、1月予選 A が、始まってまいります。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、まず第1試合の方からやっていきたいと思うんですが、はいはい、交代者人数、じゃあとりあえず2人をお呼びして、はい、1回戦ですね。はい、お呼びしちゃいましょう。はい、回戦から最初のブロックからちょっと強いですね。これ少女さん、少女さんか、じゃあお二人入っていただいて、はいはい、じゃあ米ビュと米ビュお願いします。はい、今回も参加者の方には、はい、フレンド申請が送られてますので、はい、フレンド申請が送られているかどうか確認して、了承していただけると助かります。はい、お願いします。じゃあオンライン、それではですね、オンラインゴッツ3、ひろゆき杯トーナメント、1月予選 A、はい、始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。いきます。さあ、それではじゃあパスをして、はい、最初の試合はですね、天がっぱ少女軍対ゆうむらですね。ゆうむらさんは結構名前聞く方ですけど、そうですね、天がっぱ少女軍さんは一体、一応なんか名前コメントでも、まあ、別ゲーの、はい、トーナメントに出て、ね、ああ、はい、はいはいはい、じゃあマルチゲーマー的な感じですかね。今、お客さん確認しに来ました。はい、試合始めてもらって、はい、OK です。音声だけの方の配信はどうなるんですかね。はい、多分これ変わんないですよね。あ、置いてない。じゃあ、チャットした方がいいですか。はい、音声の方がちょっとトラブル起きてるんで。はい、ゆうむらさんはテイガー扱いですよね、確か。かなり有名ですけど、ゴールデンテイガー使い。はい、じゃあこれで、はい、どうぞ。あ、音声聞きたそうです。はい、音声配信の方も参加者の方に聞いて、あれ、キャラクターか。いや、前回の予選で、はい、もうすでに心の上使ってました。キャラを変えて、あ、なるほど、まあしょうがない。はいですね。ワンピガーが、ユムラ、そして 2P ガーが天がっぱ少女軍ですね。はい、ハイナキラ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 キこれで4000。逆転して上から行った。これバーストがないので攻めれるぞ。よし、あのワープがいやらしい。あだだだだ、しっかり繋がっている。拾って飛ばし、さあこれでかめやし、上から行く。カウンターしたかとか繋がらない。さあこれ落とせなかった。アサルトを使ってね、突破で食らう。さあ上からいった、拾ってさあきっちり爆発してきた。ああ、人形が嫁がいないぞ。
どうなる？ユーラが触る。捕まえてバーの面からこれは終わるでしょう。テレポートで画面端に逃げる使い方かなり機能してますね。確かに読め出して、はい、の置き手に対して捕まえてないから、ね、連携を分かってる感じの動きが拾ってそんどん画面端ちょっとダメージを伸ばしてさバーに行ってからこすっていく。さあここでバーストを使う。これは完全にやりに行っている。さあさすがに穴が少女軍バーストを使ってくる。スカシゲダンはガードされて、ギリが押していたら食らってしまった。拾ってそれで画面端全員は読んでいたが潰しきれなかった。食べせてさあここでアサルト、もう一度転移して、おおやり返した。きっちり対策している。うわー見えない。崩しきれるか。これは同じですよ。ダメ足相打ち、足を背負ってしまう。うわーよけた。使って上から振ってくる。来てますねこれ。打ってきますね。おっとつかる。いやー倒しきりたい。やれるか、やれないのか。うアサルト。さあどっちが決めるのか。うわーゾーン出してちょっとガードして、さあ夢がかぶせる。お互いテンパってますね。お互いテンパってるのか。これはかかってここで 3C。 最後は夢が決める。最後飛びたかったんでしょうね。でもそうじゃん、やっぱり多分引っかかったんでしょうね。さあそれでは続いての試合ですね。はい、Please select your character. さあ続いての試合はリュウマロ VS、ペイトゥーウィンですね。 1P 側がペイトゥーウィン、 2P 側がリュウマロですね。テイガー対ココノエ。さあ注目のステージはココノエ、はい、シアムでお願いします。結構ここの絵た、出場者たくさんいるかなと思ったんですけど、はい、思ったよりは少ないかなという印象ですね。あ、このエントリー表見て、うん、ここの絵手がきつそうですねこれ。これはどうなんですかね。さあそれでは試合の方を見ていきましょう。 1P 側がペイトゥビン、 2P 側がリュウマロ。一時は距離を離してステッチへ。ここはステッチの玉武器で抜けていったか。後半の部分を潰されてしまった。A で対空してステッチ派生ちょっとで BB を食らってしまう。ダブルアップしてさらにダメージを稼いでくる。端に運んでステッチから下段。さあリュウマロここでバースト選択。さあ C が届かない、遠すぎて届かなかった。磁力がついているぞ。さあこれなんとかしたい。さあしかし中段はもううまく爆発する下げていく。さあ距離詰めたところにスレッチがヒット。ツーウィンここでバーストを使ってしまった。さあ捕まえてダブルアップ。これは決めてくる。さあ 1P がペイトゥービンがまずラウンド選手ラウンド2。さあリュウマロは仕掛けていくが、さあこれ距離離されてしまう。後ろから失礼して、あーしかし肘で降りてくる。さあ捕まえたか。これはチャンス、これはチャンスが来たのか。さあ捕まえてこれは美味しい。うわーテイガがどっか行った。テイガが軽々と端に行ってしまう。画面の使い方が非常にうまいですね。うまいですね。画面を押し込む。どんどん叩きつけて完全にさらに大きい攻め。うわー逃げられないのか。しかしブラックホールは逃がしてくれない。繋がっていないぞ。繋がっていない、繋がっていない。2回繋がってないですね。2回繋がっていないぞ。しかも補正を切れてしまった。さあこれは厳しい。最後はセッチが引っかかる。
磁力はテイガーのお箱のはずなんですけど、そうなんですけど、反発しましたね、磁力が。はい、まさか磁力がテイガーを裏切ることなんてあるんですね。しかし受け身を、受け身2回取るタイミングがあったんですけども、あえて受け身を取らなかった感じがしますね。磁力と重力の差なんですね。あ、そう、磁力と重力の差です。確かに。なるほど、磁力と重力だと重力の方が強いんですかね。いや、まあ、ちょっとやめましょう。やめましょう。それはわかんないです。それはわかんないです。さあ、それでは、試合の方見ていきましょう。あ、またこの皆さん。俺確かこのテイガーの方って対戦したことある気がするな。あ、しょっちゅう配信来てくれる人だよ。そうですよね、そうですよね、うん、確かアーケードでかなり、なんかもう全1クラス、全1クラスの全1クラスのポイントの持ち主だった気がしますね。はい、ロビーで対戦しましたね。さあ、テイガー対このですね、レベル1ラスクグランディア対ユーグラ17段です、ね、17段、17段テイガー、これはちょっと注目ですね。ワースを使って端ガードして AC 繋がっていないがねじ込んできた。さ、バックステを潰してさ、ここでバーストはめて、さ、下級を、まあ、消しましたね。さ、さらに気力もつけて、あー、裏に逃げ切れない。さ、下段が刺さって上から行くのか。さ、3C が非常にいやらしい。さ、引っかかってそうですね、無理に行きませんが、捕まってしもた。ヒズムラ捕まってしまう。画面端、これは読んでいた。さすがの17段、これは痛い。まさ、前 C を選択しましたね。ここまで駒投げ読みでしょうね。投げ読みで飛んだんですけどね、最大リターンですよね。しかもさあ、溜めに行ったがうまく苦してきた。さあ、設置で、さあ、これはうまくガードしてくる。さあ、ユーブラも慎重な立ち回り。さあ、しかし引っかかって磁力がついてダブルアップ。これはヘル5000、紫投げねじ込んで5000。よー、読んでいる。お互い読んでいる。なんぞこれ。アドリブですかね、後半は。さあ、これはユーブラのターンが来たか。さあ、設置、ターン C から。さあ、端なので無理やりコンボを続けてくる。さあ、設置。さあ、これはしかしこれ食らってるので、しかし高いですね。お構いなしですね。お構いなしでしたね。お構いなしでございますね。はい、失礼しました。ちょっとね、ダメージが下がるかと思ったんですけど、これで 1-1。 さあ、開幕。おオーバーダラム使って、さあ、ここでバーストグランディア、ここでバースト選択。体力差あるぞ。これは高い。体力があるので、これは高い。高いよ、これは高いぞ。さあ、振り回し同技。あー、バックステも大丈夫。してさあ、ビリビリ食らったが、来ましたね。これ大事ですよ、かなり。チャンスが、チャンスが訪れましたよ。チャンスが来たか。いい感じです。やる気なんだ。さあ、決めるのか。で、読んでいる。あー、スレッジバーストラピッドして、これはバーストが、あー、まらない。バータイ入りましたね、最後に。さあ、これはバースト対策のダブルアップ。最後にバータイ入れてきましたね。で、コンボミスから一気にまくりましたね。まくりましたね。まさか。テイガー使いの醍醐味ですね。相手のミスを見逃さない。これは熱い。ワンチャンちゃんと掴んだ。掴みましたね。勝ったのはラスクグランディア。Please select your character. はい、ステージは曲は自由ですけど、ステージはノエル・ヴェルミリオン。ロシアムで。サイレントコロシアム。はい。これで OK です。はい。
ありがとうございます。さあ 1P 側が、オットアイ、 2P 側がブラックアイチームスティックバグドラですね。はい、はい、すみません。毎回フルネーム呼んだ方がいいですかね。でも試合前ぐらいじゃないですか。なるほど。さあワンピーが、いや、お互い距離を取る、距離を取って、おじゃあそこでおっきが引っかかる。さあうまく 4D で下げていく。さあしかし後が続かない。さあドラがかぶせてイグが捕まってしまう。さあ AB とピッチ決めて総称2C からですね。ラピッとしてさあドラのオーナイスボーダブルアップ。今度はあんまり見ない。さあ続いてランド2ですね。さあやはり高い距離を取ってくる。さあ上から行くか。ドラが A、B と決めて、さあ一山を回収。さあ傘から集団、これは減る、なかなかの減り。投げて、おお読んでいた。 3C、 いやスライディングから、しかし繋がっていなかったがドラが決めてくる。さあ勝ったのはブラックアイチームスティックバグドラ。圧巻の試合内容。はい、さあ細かいテクニックかなり見れますね。低空で一旗出したり、うん、あの画面端の難しいテクニック使ったコンボやったり、ノエルドラゴンさらにテクニックが光る試合内容でしたね。さあ続いて、その重厚を下げてもらえんだろうか。次の試合も熱いですね。そうですね、マトイさん、マトイ VS ボコ使い。マトイさんはタオカが使いですね。そうですね、前回は、決勝トーナメントの方にも、なるほど、はい、はい、ただ強豪プレイヤー。そうですね、強豪プレイヤーですね。決勝トーナメントにも参加しているほどの強豪プレイヤーですね。また参加していただいてありがたいですね。ボコ使いさんはボコ使い名前ですけど、名前だとライチ使いかなと思ってたんですけど、もっとごっつい棒使ってきてる感じですかね。確かに、まあ、切れ味悪そうですからね、うん、あれは棒みたいな使い方と言ってもまあ過言ではないですね。 The Wheel of Fate is turning. タオカが動きで翻弄してカグラがどこまで対応できるかというね。まずはきっちり落としてくる。おそらく中段、さあここでバースト弾を打ってで、バックジャンプ、2段ジャンプ。さあ、まといが引っ掛けて、さあ、この画面端、だからちょっとこうなると、あれは受け取れないんで、引っ掛けないんですよね、切り返しの様が。画面端、逃げるのか、様子見。さあ、ここはうまく追い払っていく。おお、ワイバーンでここに近づきたいか。まだアサルト友人賞上から行く。おお、上り中段になってる。上り中段になってる。さあが、おお、こんな使い方が。まずは棒使い、使いこなしてますね、棒をこの長い棒をね、長い棒を使いこなしてますね、完全に。ノリジャンシーの連携はかなりいやらしいですね。ただ確定しないんですけど、おっとこれはでかいぞ。さすがにバースト、今のはあれか、 Y バウンドにつかけて、構え、ウルトラ構えのあの C のグルングルンってやつだったんですよ。さあ4000、かなり減っている。さあここ逃がしたくないぞ。叩き落として、わあ、今度上をやるふりして下段を多めに、おお、溜めている。さあこうなると神楽かなり攻めづらくなるぞ。これは攻めづらくなるぞ。50あるからフォロー効きますからね。ゲージを使わない、捕まえて投げやばれ。
あー、オーバードライブ？しかし、中段から、まあ、マトイが決めてくる。体力少ない時のトロトロオーバードライブ、かなり強いですから、連続ガードで襲撃を隠れる。おー、マリが入これで橋が近くなってくる。画面端さあ、もうバースト早めに使ってくる。ジャンシー振りたいんですけど、着地硬直があるんで、あんまりガンガン振れないですよね。なるほど、裏回っちゃったりするとパケ取られちゃう。ターンを取られたくないんですよね。一段ガードして、あーどこで球を出すかみたいな感じになってますね。あー撃ってしまった。画面端これは高い。しかもクラストリガーも入れているのでかなり減る。またここは残るが6000飛んでくる。しかしめげずに龍神将。もう今のはあのもう今後に行かずにやりに来ましたね、はい、やりに来ましたね。状況重視で、まあ、かなり差がついたんで棒が折れてしまった。いや勝ったのはマトイ。対応しましたね。はいや強かった。さあライチですね。ライチ対コノエ。あ、マサルさんなんだ。はい、ステージは、はい、ありがとうございます。マサルさんね、はい、おっと、これはいい組み合わせですね。かなりこれはかなりいい組み合わせですね。キャラ的にはかなり両方強いと言われているキャラクターですけども、組み合わせはどっちが有利なのかちょっと分かんないですけども。さあ続いての試合は 1P 側シャブに 2P 側がペイトゥビンですね。この絵、はい、どうしてこのバカ弟子が。ライチ結構いけそうに見えますね。そうですね。さあお互い距離を取る。さあ棒飛ばして、さあ棒が返ってくる。まずはシャブニーが一発当てたが全然大したダメージではない。さあツバメ返し、さあ天意、うまい、引き寄せ、いろんな固めのシルク。さあ受け身を取って、さあ棒飛ばし、モデル読んでいた。さあしかし、あこれはおしが、あーガヤジからうまく逃げましたね。うまく逃げましたね。端から端に逃げていく。さあ下設置、さあ球が返ってきて危ない技を打っている。やりさあこれは、さあ拾われたところでバースト。さあフェイスウィンは設置をしながらチャンスを待っている。ついてますね。触るんですかね。触るんですが、わーっと、ATU かなり落ち着いている。カウンター拾いきれない。さあ中段ラピッとして様子見。さあ中段引っかかって画面端 IC で拾って、まずはシャブニー。すぐお互い立ち回りそうっていう感じになってたと思います。さあカウンター中段、さあここはうまく、おー消えた、転移で逃げてくる。おー飛ばしカウンター。さあこれはカウンターなので受け身が取れない。さあ状況重視、さあうまく前提を潰してくる。さあペーツミチャンスをつかめるか、拾って、さあピッピから三振。さあジャンピー、これが非常に強い。後ろにも判定があった。大飛ばし、大飛ばし、これは拾えるぞ。さあ通常弾オーバードライブ決めてくる。勝ったのはシャブニー。そうですね、ですベスト4が決まりましたね。ベスト4は、ラスクグランディア、テイガー、はい、そしてブラックアイ、チームスティックバグ、ドラ、バングですね。あ今のところですけどね、はい、まあ、キャラ変えられるんで、まあそうですね、はい、そしてマトイのタオカカ、そしてシャブニーのライチと、はい、
いやでも棒を投げる選択肢が2ラウンド目はかなり機能してましたね。棒の対処もかなり失敗してた感じがありましたね。カウンターで棒を食らってしまって、そこから今度しっかり投げて亀梨の2択に持ってって、ラスク棒の投げ方を変えていった感じがしましたね。はい、ここから2試合選手になりますね。はい、ここから2試合選手ですね。1試合目は、1試合目で負けた方がキャラを変えられます。キャラ変更できます、はい、これはなかなか見ない。一番最初のバージョンだと結構見たんですけど、 Please select your character. テイガーだよ。確かにあんま見ないですね。そもそもバングは結構少ないから、ね、うん、使い続けた男とテイガーを使い続けた男の職人の試合が見れそうですね。17段対15段ですからね。これは熱いですね。これも熱い、はい、さっきからシャブに勝ったときのコメントはちょっとやばい、しゃぶったとか言ってしゃぶり尽くしたとか言って初めて聞いたな、そういう格ゲーの格ゲーでそういう新しいな、しゃぶり込んでいく、しゃぶり込んでいくってちょっとよくわかんないですけど、初めて見ましたよね。そう、さあ、ワンピーがラストグランで、ツーピーガーがドラですね。中段総称まで決めて、これで1800。テイガーは体力あるのであまり減っていないように見える。次スレッジ、さあうまくギリガシでバックステを混ぜてくる。いやー、この場合感じかなりいやらしいですね。毒をきっちり使ってきてますね。さらにもう一度毒がついて、毒をキープしている。じわ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 体力が減ってくる。相打ちアシュラ、しかし何もない。これはつらい。中段から風林火山、しかしこれでもう効果切れてしまった。少しだけダメージを伸ばした感じですね。怒らないように徹底的にやってる感じがしますね。画面をかなり動かないように。さあ引っ掛けて、さあこれバーストがないのでダブルアップ。うわー、対策している、対策している。あのダブルアップ全然知ってますよって感じでしたね。1回目から対応してきましたね。おっ、さあ下が通って、これはあー、あれは長期ですかね。今のは白海ですかね。受けた、ピットユーリフレームから崩していく。地力ついて、おお、ギリギリ溜まっていた。中段ガードガードして、時間ないですよ。スライディング飛んでいた。いや、ここでゲージをスライディングで吐こうとしたところ、読んでましたね。よく飛んだな今。下が通ってバックして中段、さらにダブルアップの B コマ投げ。うわ、読んでる、かなり減った。どんどんから落として超減っている。毒ガサで、おお、やる、やり込んでる。お互いやり込み見えますね、これやばい。いや、最初立ち回りでかなりドラ選手がやり込みを見せたんですけど、いや、逆に二択の掛け方がかなりやり込んでましたね。ダブルアップのタイミングもうまくて、うまかったっすね。そう、暴れから中段行って、はい、さらにダブルアップのコマ投げとか行ってパニックになりますよね、あんなされたら。しかも最後も立ち B を持続ガサにしてましたので、かなりやり込んでる感じが。さあ、こう、あ、そう、2先なんだね。ドラ選手がちょっと始めにとか言ってて、ちょっとやばいですね、これ。ちょっとあれですね、やっぱりさあ、しかしこれでまだ1試合目なんでね、これも。そうなんですね。もうね、今の、はい、もう優勝でもいいという。いや、ちょっと、まあ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 、まあそれ
まあちょっとどうなのかな、ちょっと他の人やけどしちゃうかな、まあ、もう決勝進出でもいいというまあそうですね、うん、まあ言いたいことは持続固めだったかな、はいはい、ただまあやはりこう立ち回り側のやっぱドラ選手がやっぱ対応をどこまでしていくかがかなり確かに、ここやっぱ捕まっちゃうとね、はい、まあ読みになっちゃうので、うん、ここからさらに立ち回りをまずはラスクグランデが仕掛けていく、どれか私で総称まで直って A が確定していたしかし A だけですからね画面足たまに攻めていく、ドラはたまに攻めていく、さあピッピから中段助かる、さあ崩して画面端へ、端のコンボが痛すぎるさあこれで暴れ潰ししてダブルアップ、どんどんからさあ磁力つけ直し、さあバーストしてこれはやりにやりに行く、さあこちらもやらせない、やらせはせんぞ、中断ガードして、崩れない、ガードしている、あ崩れたぞ、ダブルアップ、中断ダッシュ中断、ねじ込む、うわ今回も難しいコンボ決めて、難しいコンボ決めて、さあこれで指導次第では決まるぞ、最後は中断、ゲージ取っときましたね、ワンコンボで倒せるように、よく我慢しましたね、はい、かなりゲージ管理をかなり徹底してますね、おお潜って空中投げ、素晴らしい選択肢、磁力がついて、あ、バクステ吸いましたね、今バクステ吸いましたね、バクステを吸っていくダブルアップは許さない、さあドラモンきっちり対応して、さあバンスを使わせる、バンクのバクステ寄せましたね、おーっとシュッと移動して、おーってダブルアップ、ダブルアップ、マジか、そうですね、こっちもですね、次さあ先ほどのダブルアップの投げを匂わせての打撃でしたね、さすが上級プレイヤー、選択肢を素早く変えてくる、空中戦が始まってますねさあ下が入って下段が入るが、いやこれは痛いか、さあ体力リードをされる前に使っていった、おっと2発目が引っかかる、これは美味しいぞ、しかしそこまで減らない、さあこうなるとどこを使い切るか、前か、あーうまい、おおうまくうまく対応していく、さあしスレッジダブルアップ、目の前でスカル中段スカル、あーうまい、差し返し、いやーパスだ、おーこれは読んでいた、これは読んでいた、ナイスマスクグランディア決めてくる、うますぎるよ、いやうますぎたな、うますぎた、最後で狙っちゃいましたね、最後俺もやるからって感じだったんで、はい、多分まあ完全に読めてたっぽいですね、そうですね、もう倒すしかないっていう、初めてドラ選手が焦ったかわからないですけど、初めてなんだろ う、 こう強引な選択肢に初めて行ったところをしっかり取っていたっていうのが、1試合目はかなり走って中断とか強気な選択肢でドラ選手見ていたんですけど、2試合目はかなりずっと手堅くやってて、最後の最後で、しかし最後もよく落としましたね、よく落としましたね、よく落としましたね、
さあ決勝進出したのはラスクグランディア、続いての試合がさあまずは、シャブニーを呼んでみましょう。あ、来ますね。マトイさん、マトイさん、ストラルヒートまで読んでましたね。あれよく我慢しましたね。いやー本当ラスクグランティアさん今日行ってきますんじゃねえかっていう勢いありますからね。いやもう行っちまいますよね多分。これは誰が止めるんだろう。さあ続いての試合はマトイバーサスシャブニー。それは強いですよ。あもうシャブニーのファンがね、こっからは2試合選手ですからね。試合選手です。シャブニーのファンがさすがにマトイタガオタオカカはきついと思う。シャブニーシャブレック、こういう、ね、名前だとね、まあ、そうこういうあのギャラリーをね、はい、味方につけやすいというか、ね、うん、はい、楽しみですね。これも本堂のままにシャブレック。 The wheel of fate is turning. よくわかんないですね。キューを取る。さしかしマトイが見えない。苦しいだろ。これ高いっすね。こっからのコンボが神業なんてやっぱり出す、うん、考えてる連携を作ってました。まずはワンコンボ決めたのはマトイ。ジャンシーカウンターからここは無理をせずに逃がさない立ち回り。シャブに崩しきれない。マトイガードが硬い。しかもダッシュからの下段。しかしシャブに崩れない。マトンコンから設置。裏回りはもう飛んで逃げられていた。ジャンピーから中段。さあここでバーストを使わせる。ハイドさんほぼないが、ここでマトイがリードを広げてくる。おーっとバシーッ暴れる。いいなヒット。高いコンボ、どん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 。これは残りましたね。か発動して、さあこれかなり時間があるぞ。しかしダンシングエッジ逃げるふりして戻ってくると。やりに来た。スピードを最大限に活かしてますね。かなり押し引きが速いです。今のは大胆な選択肢だった。さあ、飛ばしたいか。うまい高め歩き。これはしゃがみ歩きでさばいてくる。ダブルアップの投げが通って、飛び込むくる。さあこれでまずまずのダメージ。上からいく。高いでしょ。かなり高い。上から行く。さあやはり走れ。この状況になってしまうと厳しいか。バックジャンプをした。ラピッド投げは抜けてくる。早い。この顔が早いと。バソッ。シャブに棒を飛ばしていく。ジャンプ飛ばしうまい。うまく下をくぐった。平成技しっかり使いましたね。いやうまい。ランチ戦はかなりやってるっぽいですね。やってるっぽいですね。本当に動きに迷いがないし、棒の飛ばし方とかも完全に理解してる感じがしますね。いいっすね。しゃぶりも負けてもしゃぶられたって言われますからね。で勝ったらしゃぶったってなりますからね。いい名前ですね本当に。さあそれでは2試合目いきましょう。2試合目Please select your character. ライチをしゃぶるタオカさん。ライチタオカさん。ありがとうございます。分かんないですけど。2戦目シャブニの1戦目取ったのはマトイですね、はい、さあ続いて2セット目。The Wheel of Fate is turning. かなりタオカが圧倒してるんで動きを変えたいですね。開幕マイビーを打っていった。
か捕まえて、さあこれ棒がないぞ、早めに回収したい。回収がないですよ、棒がないと。島見え体育に深めのジャンプ B、 うまく潰していった。構え見てうまく横に行きましたね。そうですね、あっ、ダメージを使いました。うわー、積み重ね、積み重ねやってますね。しかもガードしても FC 回復下段かの2択になってますね。凶悪な起きる、凶悪、隠しても読んでいる。なんだこの男、ボンボやり込みすぎだろこれ。ボンボも高い、で決めてくる。これは強い、これは強いですよ。レボン2アクション、ちょっと溜まっちゃうときついですね、あの指を見ちゃうと。しゃぶりウエストマシン、さあしかし棒が返ってくる前にダンシングエッジで距離を詰めたのはマトイ。ダンシングエッジでさすが逃げれるか、上からいったら2段目がヒットしないのであとは繋がらない。棒がないですよ、切り返しが、いや、ここはオーバードライブ、これは美味しいぞ。相手はバーストも使えない、吹っ飛ばしの返し。さあ今のは迷ってしまったか、からは逃げれました。中断、ガンダ中断、中断。さあしかも上、一級上段、さあ読みは合っていた。よくバリがしましたね。次から、さあこれで画面端、いやしかし、いや上からに、あーを投げて、これは終わったかな、終わりましたね。いやー体力の判断うまいっすね、うまいっすね。かなり一度止まったときの、まあ、セットプレーの仕上がり方が尋常じゃないので、かなりプレッシャーを感じてた感じ。勝ったのはマトイですね。じゃあマトイさんそのまま残っててください。はい、お願いします。じゃあラスクグランディアさん、はい、マトイさんはそのまま残っててください。広沢さん負けたのにやったねってなるほどしゃぶられたぜがあったら間違いなく使ってますよ。さあしかし本井さんが最高の餌場ではないかってましたね今。いやまあこれしかも次も多分とんでもない確かに攻めを仕掛けられそうな感じがしますからね。はい、それでは1月予選 A1 トーナメントですね。はい、 A1 トーナメントこちらの決勝戦ですね。はい、さあ 1P がシャブニーを倒して上がってきた。マトイ、そして 2P 側、ブラックアイ、チームスティックバグ、ドラを倒して上がってきたラスクグランディア。さあそれでは決勝戦 A1 行ってみましょう。アイアンテイガー、やってきたら多分顔側がかなり有利な気がしますけど、まあラスクグランディアさんのあの勢いを見てると、まあ、何か起きてしまいそうな空気はしますよね。ワンチャン掴んだらは確かに解ける。しかもそのダブルアップはいつ来るか分かんないから。そうですね。そのダブルアップが通った時が結構、ダブルアップすごいうまい やってくるのは分かってると思うんで、それがまたプレッシャーになってるかも。さあこれでまず磁力をつけてバクステを潰して 8B でバクステ狩り、多分キャラごとに多分バクステ狩り使う技が違うんでしょうね。パワータクシーで対戦したバクセガリキャラ対がいい。おっと相打ち OK、 ゆっくり下ろし、いやー F 式狙ってますよ。F 式狙ってます。アサルトはさあこれ飛び道具を避けようとしますね。猫歩きで、猫歩きで飛び道具打ってこいよって相手に頭を警戒。かわして上からいったのまとい。ナイスシー、そしていく
あーこれ次はもう食らえないぞ。相打ち手段と、どうなんすかね今の、怪しいっすよね。飛び道具入れ込んでたらあわやって感じでしたね。あわやって感じでしたけども、まあちょっと、まあいくらテイガー使いの猛者でも、そうですね、まあいくらテイガー使いの猛者でもちょっと怖かったんでしょうね。ちゃったか。さあ、カントリーがガンガン行く。ダメ部分、相打ち下段、いや届かなかった。ダブルアップ、ダブルアップ。さあ狙うタイミングが非常にうまい。いやダブルアップ行く。しかし普通に行くと思ってた。マスリさんはガードを選択しました、ね、後ろガードしていた。知っているだろう読みで打ったっぽいけどね。そうですね、まあ完全読み合いしましたねお互い。まだそこだったか。まだそこだったのか。ただのブッパーガードはでも、もうよくガードしてる、もうよくガードしてる。硬い。いやしかしあの FPC を警戒してろ。鉄板でしたね、鉄板でしたね。これ一応コンビングがあるのでまあリターンはありますね。ちょっと動きづらいっすよね。もかなり今度は打ってくる。さあディレイで打っていった。こまめに距離を調整して、あのボーリングの弾が邪魔です。弾こないで。あれかなり邪魔ですからね。うわーこれ立ち回りで使ってますね。タッチどっちで勝ってるんですか。さあどうなる。いや体力的にはテイガーが捕まえてファースト使う、使ったということはこれは、これは美味しい。これはもったいないですね。これはやってしまったか。さあこれでコーナーランド保険が効かない可能性あるぞ。保険効かないですよこれ。ダブルアップロス入ってた可能性ありますが、しかしマトイが攻めている。いやうまいですね。さあ下が通ってちょっと FP いけるようにちょっと。これで1756。さあこれも FP です。これは厳しい。画面を見てガードする。これで4センチ近く減らしている。さあ F さんがアウトを打っていかないようにもがいたところに技が当たってしまうという。まだ F 式です。また F 式いきます。この攻めこれはもう時間を使って慎重に構えなのか。アニメ 50% 溜まったのを見て攻めをやめたっぽいですね、はい、そうですね。はい、めちゃ立ちました。そうですね。あーこれかなり冷えてきたんじゃないか。いやーよく見ている。さあこれダメージを取ってというか残る。的な状況がありますね。なんと潰した。潰している。潰してるやんけ。そういう読みやすいですかね。おおガード。うわあ。ちょっと待って。溜まる。バス溜まりましたよ。使う。ここはまあこうこうってます。使いますね。おおスイッチ。中断。捕まえてくれない。マジか。なんと逆転劇。はい、ボーリング。ちょっとね、あの俺らもちょっと呆然としてんすよ。いやーやめなさい。私の胸を触って鏡師の後の技を駒投げで割りましたね。でバッテンつけてましたんで、でボーリングの球に合わせて半端ねー弱スレッジをもう先端を重ねましたね。いやその前のあの、はい、向こうが、はい、ホイール行ったところ、はいはいはい、よくガードしてたんですよね。確かにガードしてたんですけど、ガードしてたんですけど、そこでなんかしゃがみし上がりが出ちゃってましたね。カウンターサルトをミスったのかもしれないけど、そこのあれか、はい、バーストの判断もすごい良かったんですよね。そうですね、バースト判断すごい良かったですね。多分
ちょっと焦ったかもしれないですね。その焦った時の相手の心の動揺を見逃さなかった感じします。やっぱ一発のチャンスを見逃さないですね、グランディアさんは。さかこの F 式カウンターサルという意味のロングラピッドキャンセルガード駒投げ、カウンターサルトは出てましたかね。カウンターサルトが出たのしゃがみしいのかしら。さあ続いて2セット目。さあ今の試合8割ぐらいはね、はい、マトイ選手のペースですからね。動かしてますけど、体育冴えている。打ち、はい、これはうまくギリがして確定か。見えない、うまくあーしゃがみ歩き、ここよく歩いた。ウンタイク、わーバックステガリ、しっかりしてる。バックステガリタック前に拾ってきた。ダブルは相打ち、おーしっかりしてますね。やってるんですよね、あの手は。あ、これ相手のよく見てる、しゃがみ歩きを混ぜて、あー、これ運び込むように切り替えていくという、この冷静さ。おー、しかし読み合いしてくる、読み合い知ってますね、本当に。いい側が受けてみろ、しかし砕けろ、時間が減った。相手も一応多分あれは状況中ですね。ツーナギワンと抜けさせて状況を有利な状態です。くらえ、時間を使う。細かくいってよくガードする。これガードするんすか。俺もガードする。しかし時間がないですね。ちょっと厳しいか。オーバードライブ使いましたね。時間を止めましたね。時間を止めて、さあしかもこれはバーストも相手バーストできないぞ。使えない。アサルト、まだオーバードライブ使いますよ。ホイール、ランピッチャンとオーバーストだ。おお、危ない危ない、危ないですね、今のヒヤッとした。今の危ないですね。最後までプレッシャーがすごいですね。殺気を感じますね。惜しいな、マジで。いや、しかしやはりそのバーストの使いどころがうまいですね。うまいっすね、マトリさんも。はい、時間使うためにやっぱちょっと読み合いになる前にグラウンドよりか使い方が悪い。あれ、これは見えない。ゆっくりだったか思ってなかった。さあ、またデッキが溜まって、パンパカが動き回れなくなりますね。ちょっと動きづらくなりましたね。あっと避ける、高く差し込んでいく。おお、とうとうあれよりリスクを背負わせ出しましたよ。とうとうリスクはあれの行動に。これ小さくて当たりづらいのか。アジロス消えちゃいましたね。しかしさあ、これ以上下がれないですよ、タオカク側も。これ以上は下がれないですよ。あー、これは逃げられてますね。これでまた後ろができた。いや、しかし下がるふりして、しかし、ここはもうもうやりにいっている。大丈夫、まあでも残りますね。あー、余計が、さあ、先に降りて F 式ガードして、あと使わないと終わっちゃいます。いや、まあ、我慢、時間がないっすね、これは。これはどっかでオーバーダイブで外すしかない。さあ、そろそろオーバーダイブしないと。あー、残りカウント、永遠に続くリカウントか。逃げれるのか。いやー、これは捕まえられなそうですね。いやー、しかし無情にもタイムアップ。いや、冷静ですね、かなり落ち着い選手。冷静だな、はい、やっぱ手形がほんとバッチリできてますね。 F 式を決めれるようにちゃんと全部締めてるんで、固めとこう。お前勝ちこちね。しかし今その、はい、ステガがもう逆転できるようにバースト残しましたね、もう。そうですね、あれでゲージ剥がれたら私も終わってたかもしれないけど、そあそこでバーストで入っちゃうと多分もう時間帯無理だっていうのを感じたんでしょうね。さあ、これで 1-1 のファイナルセットですね。勝った方が勝ち抜け。これはしかしでも後井選手かなり有利な感じがしますね、試合の
展開を見せかけてかなり対応できているので、バックしてもしっかり勝ったので、かなり終始そうなんです。これカウントペースでたまにこのワンチャンスが2割ぐらいを、そう2割ぐらいでちょっとファンが来ればいければって感じですけども、アイアンテイガー、さあ勝った方が予選トーナメント A1 抜けですね。テイガーを抜けたことはありますかね。3連休気持ちよくね、使える方がね、そうだね、そう気持ちよく本当に、うん、しかしこれは辛い、確かにね、そうすごい圧倒的に見えるんだけど、はい、いつでもいつひっくり返ってもおかしくないから、おかしくないですね、隙を少しでもマドリ選手が見けちゃうとこうねじ込んできますからね、うん、なんだこれ男様子見確かにあーこっからエルシズクだ、足に行ってしまって隙を見せての 8B 重ね、ひじ、おお今ひじちょっと難しかったか、よく我慢しましたねバースト、そうですね、今のヒヤとして使ってもおかしくない、おかしくなかったんだけど、さあ来ましたねこの距離、この距離来ましたよ、冷えてきたか、おっとおっとこれはあーアブラップ飛んでいる、マジかよく飛んだライバー、おっとしかし片手になっていたか、我慢して当たると、さあ自力ついてるけど、あれ後ろ歩きながら相手の下 D を見てからジャンプしようという構えですね、さあ自力ついた、飛び道がある状態、ここで肘より強い、ここでなんとかしないと、肘より強い肘より強い、確かに肘より上をはたいてる方が強い、上をはたいてる方がね、さあまたもやこの残り時間、おっとこれはでかい、おー中断、ここ中断、さあ逆転、さあ攻めないといけないですよ、これはバーストもないのでオーバードライブ、投げが通った、通ったが、いやこれ時間的に厳しいか、思ったより時間進まないですね、おお今度はラスクグランデタイムアップでラウンド取ってくる、さっきビーチかけましたね、選手はここでも冷静なプレー、ここでか、おおねじ込んだ、これはフェイタル、これ待ってた、これは飛んでいる、いや倒すきだ、いい当たりだ、運んでいく、いいぞいく、よくさファイター、さあ今度端から端に押し込んでマトイのターンが始まるか、さあここでも難しい、コンボけど、これは熱すぎる、あっと空中の暴れ読みの、さあこれで逆転、さあまた同じルートに行きますね、読み合いしますね、お様子見、さあ怖いですよ、しかし2回転があるので1回転当たったらもうかなり、確かに田岡だったら終わっちゃうんじゃないですかね、飛んでいる、読んでいた、うん、ガードして、これはさあないですね、終わらない、さあよくガードする、ガードする、ガードする、すかしげだもん、毎回ガードしますね、ガードが硬い、さあマトイ選手でもこれは怖いですよ、かなりスカシゲさん、ここでゲーナンが通る、倒せない、さあこれ、さあどう出る、めちゃめちゃ田岡が有利に見えてる、そうでもないってことでした、おーうまい、おーよく差し込んだ、ジャンプシーンカウンター確認で立ち火までつなぎに行きましたね、今の状況判断が神がかってます、今のジェネクラッターワンチャン、まあ、逆転は確定しなっぽいんで、あダブル勝った方が勝ち抜け、ファイナルセットの最終ラウンド、よくマートイが仕掛ける、画面端、あっ今度わあ中断みたいになってる、ここはバースト使う、さ読んでいる、うまい、ユータイク競り勝ったろう、マートイゲージを吐いて三振ですよ、ジャンプ使用機を、さあ端から逃げれるか、あ中断、残りは60カウント出たところ、
さあ状況ですよ。あゆし、これならでかい技を吹いた。4点かぶせた。これはゲージがあるんや。珍しい、ちらついてしまったか。いや見えない。しかしよく崩した。うまい、すごい試合だった。これはうまい。最後まで隙を見せない固めでしたね。最後はまとい。いやー練り練ってますね固めが。いやーすごい試合でしたね。かなり仕上がってましたね。最後コンボミスは本当珍しかったですね。やっぱりかなりプレッシャーを感じてたんだなっていうのは最後分かりましたね。おめでとうございます。これで A ブロック、そうですね、1月予選 A1 ブロック勝ち抜けたのはマトイ選手ですね。はい、おめでとうございます。マトイ選手おめでとうございます。それでは、はい、A トーナメントがこれにて終了となります。続いての B トーナメントが、17時から再開ということで、はいはいはい、30分空いて、はい、17時からそれまで、ちょっと休憩とさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。